劉衛福民国六年一月九日は、新末の軍人。字は、淵帝。関東昇金州、小森小峰出身。青年期は部来者として、天地会に参加して、クレア中の参加に加わり、後に、厚生省と雲南省の辺境地方の武装組織国旗軍を組織した。その後厚生提督の表紙材率いる軍に追われて、劉衛福は、クレア中に従って、大南に降り、 死得定の許しを得た。死得21年に、劉英福は教科省の他地による何人しまを攻め滅ぼし、他地を自らの根拠地として周辺の土肥を平らげた。当時のベトナム北部山地は土肥の勢力が乱立しており、劉英福は大南に降った後も独立勢力を保った。死得26年に大南の戸川地が、 フランシス・ガルニエ率いるフランス軍に占領された。首都帝から救援要請を受けた、リュウエは国旗軍を率い、ガルニエを撃ってフランス軍を駆逐し、その功績によりサン、三ノブマサ提督に任じられ、一等義勇団尺を贈られた。寒喜元年、高所11年に、神仏戦争が終結すると帰国したが、国旗軍を解散させられた。しかし、高所20年に、 日清戦争が勃発すると朝廷より、再び国旗軍を結成し台湾防衛を命じられた。翌高所21年に下関条約が締結されると、日本に活動する台湾において条約に反対する運動が発生し、台湾民主国の独立宣言がなされた。この事態に、劉英福は民主国政府より大将軍に任じられ、台北間落後の抵抗を担うこととなった。 台湾民主国総統の統計数と統領の丘、愛好がアモイに逃亡するに至り、劉英福は台南において台湾民主国の最高を格作する。民衆より総統への就任が求められるが、劉英福はこれを拒絶、公弁という地位により民主国政府の実権を握ることとなった。台湾民主国の実質的な指導者となった後は、台南に議会を設置するとともに、 紙兵の発行などを行っている。しかし軍事的に優位にあった日本軍に持続的な抵抗を行うには限界があり、真の有力者からの支援が得られない状況した日本軍が大難に迫るとアビラへ、その後イギリス戦績の船で大陸へ逃亡している。清に戻った劉英福は高二28年に関東において一鎮総兵を可視されている。 戦闘3年の侵害革命にあたっては、関東民団総長に任じられ戦闘に赴いている。また1915年に、日本政府より、遠征外に対し大家21過条要求が提出された際は、再び戦闘への参加が求められるなどの、中西軍人としての生活を送っていたが、1917年1月に、病死している。劉英福の図、ありがとうございます。